はい、皆さんおはようございます。今日は8月の26日土曜日になります。今ね、国道の299号線ちょうど入間からね飯能に向かっているところになります。今日ね、本当は二輪館祭りの日なんですよ。ですけど今日午後から雨ということなんでね、ちょっと仲間と行く予定だったんですけども急遽中止にしました。まあ、空こんな感じでね、まあ、家出てくる時はもっと天気良かったんですけど、やっぱり秩父方面含めね雲がね非常に多い、そんな状況です。うちの方もね、まあ、これはこれで綺麗なんですけどね。はい、それでまあ二輪館祭り中止したはいいんですけど、やっぱりちょっとバイクに乗ってねどっか行きたいという思いが強かったもんで、ちょっと一人でね飯能の方へ行ってみようかなと思って家を出てきました。はい、それでですね、飯能といえばね飯能河原だったり、有馬ダム、名栗港、こっちなんですけども、ちょっとね今日は趣向を変えてね、まあ時間的な問題もあるんですけど、飯能にあるね釜球米菓さんというね、お菓子の工場が、お菓子、おせんべいの工場があるんで、ちょっとねそちらの方へね向かいたいというふうに思ってます。でこちらがですね、土曜日曜はこの工場の直売所の中で普段から直売所で安くは売ってるんですけど、さらにね壊れ線の日ということで、ちょっと割れたねおせんべいをさらに安く提供してくれる日なんですね。でここ9時から始まるんです。ですんでまあちょっとどれぐらい混むかわからないんですけど、ちょっとそちらの方をね向かいたいと思います。ここがね、前も来ましたけども旭山展望公園という公園になります。ここね、ガーッと上上がっていくとね日時計があるんですよね。ちょっとオープンまでまだ時間があるから、ちょっと上登ってみましょうか。駐車場の入り口はね、ここになります。これがね、旭山展望公園の図なんですけどね、ここがね日時計のあるところですね。今ここにバイク止めてますね。ここからバーッと上がるという感じです。階段こんな感じ、まあそんなに段数はないです。はい、もうじきです。なんだかんだハー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 言ってますけど、これがね日時計なんですよね。ああ疲れた。で景色がこんな感じです。あそこが池袋かな、池袋新宿方面ですね。いやすげえ景色は最高です。でこれから行こうとしている釜球米菓さんはあの辺りにあります。
やっぱり山の方雲かかってますね。よし、じゃあ今度は下りです。この階段また降りていきたいと思います。はい、それではね、旭山展望公園を後にします。カマキューベーカさんのね、工場はもうすぐ目と鼻の先になります。このカーブをね、抜けた左側になります。カマキューって書いてありますね。こちら左手、グレーの建物、こちらになります。お、まだやってないせいかな、駐車場ガラガラですね。あ、まだ入れないのか。はい、じゃあ早速入っていきたいと思います。今1番ですね。リックサック入れていきます。はい、ありがとうございます。一応ですね、人気のこれね、壊れ線なんですけどね、おこげ醤油味っていうやつ、これ190円です。これをね2つ、それからこれは、おこげ桜エビっていうやつで、これも同じ190円。それからこれ壊れ線のミックスになります。いろんなのが入ってます。醤油とサラダ味なのかな。はい、ちょっとこの4つ買ってみました。で、4つでね、これ190、190、190で全部で800円でした。はい、はい、それではね、カマキューベーカさん後にしたいと思います。はい、というわけでカマキューベーカさんのところでね、今壊れ線をね、4つ買いました。今ね、非常に高くなってますんでね、 お米から作るおせんべいが、そういった意味ではね、非常にリーズナブルに買えるんではないかなというふうに思います。で、この後ね、ちょっとせっかくまだ天気いいんで、有馬ダムやっぱり行きたいと思ってます。有馬ダムまでね、こっから20分ぐらいかな、それぐらいなんですよね。ですんで、有馬ダムへ行かれる方はね、なお土産っていうお土産は有馬ダム周辺じゃ売ってないので、有馬ダムだけ行くんであれば、帰りにね、カマキューさん寄って、これ壊れ線買って
帰ってもね喜ばれるんじゃないかなと思います。まあ土日じゃなくてもね、30円ぐらいかな、割れてないやつは30円ぐらい、割れてるやつより高いっていうか、それが普通なんですけど、まあ、工場直売なんでね、実際にあの市場のスーパーとかで出ている金額よりは全然お安く提供されてます。はい、じゃあちょっとね有馬ダム向かいたいと思います。はい、まもなくね、有馬ダムの方に到着しますけれども、ちょっとね川遊び側からねちょっと行きたいと思います。今日もね暑いからね川遊びいいと思いますよ。まあ午前中だけでしょうね、午後は曇っちゃうから。よいしょ、うん、遊んでるね。いいですね、よし。はい、有馬ダム到着です。はい、それではね有馬ダム後にしたいと思います。うん、やっぱりねこの夏の暑さのせいでしょうかね、ダムの水の量はね少なめですね。まあ、この後台風の季節になるんで、雨が降ってくれるといいですね。というわけで今日はね朝から、飯能に、あるね釜球米菓さんの飯能工場、こちらのね、直売所で、壊れせん、おせんべいですね、こちらを購入して今有馬ダムへ来たというところでございます。この後もまだ雨降りそうじゃないので、ちょっとあちこち行ってみたいと思ってますけども、動画の方はねこの辺で失礼したいと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。残暑がね厳しいですんで、皆さんもお体ご注意してください。それでは失礼いたします。バイバーイ。